始まりました。グッドチャンネル。ハロー、サスケです。アタコー。今日も天下一品さんに来ました。アタコー。最高のお店。1年ぐらい経ってるかなぐらいぶりで。全然来てない。いや、全然来てない。めちゃくちゃ楽しみなんですけど、お団子さんメインですね。おデブちゃんは天下一品のラーメン何杯食べれるのかシリーズですね、これ。キランさんとかやりましたけども、今回は天下一品さんです。濃さとか、のつのつ感知ってます？いや、知ってるからもうすぐ食べたいんですよ、今すぐにでも。カール、一番企画もやってるから分かると思うけど、やっぱスープが絡みついてくるから、スープ分も飲んじゃうし、そういうこと。喉も乾くしね。ラーメンだったらどんな何の種類のラーメンでも OK。ほうほうほう。で、一杯は一杯とカウントします。はいはいはい。で、替え玉がないので、悲しくラーメンを飲んでいくというシステムのルールですね。でですね、通常食べるときはこんな感じですよっていう、はい、あの食べ方をですね、私の方が担当しますので。あのまあ、一般の量というか目標は4億7007杯どんぶりがねえよ、よっ、それも問題かいな。それでは、はい、天下一品さんへ行ってみよう。金曜日はまずはこってりのキムチトッピングで。あ、キムチじゃん。いや、俺普通の波のこってり。普通の波ね。うん、来ましたよ。キムチで箸を入れたい。いただくです。語尾をね、酢にしてるっていうのをちょっと最近流行らせようとしてんだよね。そういうの言うな。です。やっぱり天下一品シャッターオン。です。うん、ガブリンチョー。美味しそう。キムチも最高。お、チャーシューいく、チャーシューいく。ガブリンチョー。もう満腹中枢から逃げますよ。もう終わり。スープはね、無理して飲まなくて大丈夫ですか、うん、これ、麺は細麺と普通はどっちなんですか。これは普通。あ、普通の方がいいのかな、やっぱね。まあ、後に試しますよ。なるほどね。この人いっぱい何枚で食べれるか試せるんだ。終わるじゃん。おぉ、OK。 完食です。パチパチパチ。屋台の味。屋台の味です。こってりです。何が違うの。俺もまだこれ分かんない。やってきました、普通の。こってりね。麺が絡みついてくるの、もずっとついてくる。近所の猫みたい、ついてくる、ずっとついてくる。ゆったりすぎず、薄すぎず、ちょうどいい。こっさり、こっさりです。いいな。チャーシュー麺。せーの。美味しいです。21ぐらいいける。もうなんかもう過ぎちゃうじゃない。天一ってやっぱそう、トロトロしてるスープが、だ麺に絡まってきて、それが全部入ってくるわけです。だお腹いっぱいになるスピードが速い。21本の間違いでした、やっぱり。早かったな、先生。そんなこと言ってたら、お団子さん、2年目終わります。わ、終わりました。完食。一周します。あっさり。波のあっさり。あっさり見たことない人が多いと思う。そうだよね。ライス波の味付けに多分。あっさりです。初めて見た。でなんかなんだっけ、背脂醤油。そう、背脂がね。ご飯食べました。全然力やっぱ凝ってるとね。うん。スッと入ってくるな。嘘。でも、ちゃんと味ある。しょっぱい。1本がさ、10濃厚だとしたら、これどのくらい落ちるの。1だ。え、マジで真逆じゃん。もう背脂も別に黒くないし。じゃあご飯食べます。はい。うわ、スープかける、スープかけるって言われて。うわ、それ白馬。白馬ね、うまいってことよくわかんない。こってり行った後はあっさりね、ミニでいいから頼んでほしい。めっちゃうまい。ミニもあるし、うん、ミニ野菜。全然ペース落ちないじゃん。めっちゃ早。最高の時間。これ最通常の食べ方ですよね、これ。まあまあね、こういうの食べてます、皆さんはっていうのは。そう、まあまあ、100ね。はい、もう完食。うお、頑張れ。次はね、屋台のやつ。麺の太さ変えます。細麺。おお、え、来ましたよ。屋台の味の、まあ、こってりで、うん、細麺です。細麺みたい。そうそうそう、細いね。4回目。全然違うイメージ。よりあっさりに感じるわ。太さが違うのにこんな違うんだね。また全然いける。全然いける。すげえ。自分のなんか食べやすい麺が分かってくるから、
こっからが見物ですね。 CM 来るんじゃない、チャーシューの。チャーシューの単品。いや、この食いっぷりだったらさ、絶対俺 CM 来ると思うな。本当に、うん、丼ぶりの、丼ぶりの単品で、うわ、終わった。4杯目はいい。はい、4杯目完食。結構もう食ったね。データ取れたでしょ。でもはい、僕は細麺でした。細麺で最初にあの普通の太さに頼んでたやつを一緒するわ。次はあっさり、あっさりの細麺です。よりなんか透き通って見える。見えるね、細麺だと全然違いますね。あっさりの細麺はもう真逆、真逆の位置。なんか進化一品さんっていろんなその食べ方があるから参考になってると思いますよ。うん、日頃でバッとついた分ね、頑張んなきゃいけない。頑張ったんですよ、僕。ちょっとフルーツ多かったですけど、片方がどうしてもこってりが食べたいから天下一品行こうってなってるけど、自分は正直そんな今こってりの気分じゃないなと思っても、うん、全然いける。これはあっさりの細麺だったらもう全然別の。肉炒め、肉巻き、おめでな。世間は厳しいぞ。さっきこれ天下一品っぽくないって言ってたじゃん、うん、じゃあ何一品みたいな感じだろうな。ダイエット中は一品、ダイエット中は一品っていうお店のラーメン。うわ、終わった終わった完食です。余裕。え、ってことはまだ行くの。行けます。またこってりに乗りたいんじゃないですか。もうそろそろまたね、ちょっとこってりで、いや、細麺チャレンジ。今度はこってりの細麺。え、これまだ食べたことない。ちなみに私チームもごちそうです。大体分かってる。分かるよ。さっきの一杯の時に何にも箸動いてないんだよ。ちょっとやばいよ。見た、ちょっと見ただけで俺ちょっときてるよ。うん、すごいわ。え、お腹的には今どのぐらいなの。大丈夫だったはずなのに、今で一撃やばい。さっきまで7ぐらいだったんだよ、7割、うんうん、8.7割。うわ、自分に来てなこってりきついんだ。ちょっとすごいね。やっぱりね、こってりってどんどん水が進むの。ガッポリ、ガッポリ建設だ。ガッポリ建設が来たぞ。あ、ほんとに出てきたよ、文字が。明日もお待ちしてますって、うん、どう、来る。ごめんなさい。はい、完食。でも、ちょっともう来てるよね。もうだこれめっちゃ時間かかってる。やばい。まあ無理しないでね。無理しない。お腹いっぱいなのもやめましょう。屋台やし。お、屋台の味大好きだね。今日何杯も食べて分かったけど、これだいぶおすすめです。屋台の味、屋台の味の細麺。はい、来ました。はい、さあ、これが来るのに結構時間かかったね、今回ね。そう、どう出るかっていうのはありますけど、まあ、もう私的にはちょっと頑張ってほしいなーというところもありますね。結局6杯食べて、あ、俺これ合ってるかもなっていうのがこの屋台の味でした。まだまだいけそうですね。まだまだいけそうだね。7杯目です。もう折れてます、正直。さっきのこってりで一撃でした。最後もこれはもう気持ちで、はい。普通ラーメンと違ってさ、喉が渇きやすいね。お腹すごいいっぱいでもめっちゃうまいわ。やっぱ正直限界ですけど、むちゃくちゃ限界ですけど、これなら食べきれる。さっきからさ、ずっとこう…たまにあるあのラーメン屋の前にあるさ、連動で動いてるやつみたいな。なぁ…おぉ、勢い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 。大丈夫か。飛んでいく飛んでいく。うん、取らない。お前、削っていくんだよ、こうやって。あれ、ここ限界だね。まあ、なんか限界の…限界の人にトントンダメ。ゲーしてる人もこうやってやるよ。うわ、すごいな。一回持ち上げて切ったら、あー、ね、スープを。そうそうそう。で、トリッ、ドゥン、ワン。冷めちゃったから。そういう使いさ、沈めたら意味ねえだろ。冷めちゃった。あと二口ぐらい。うわー、すごい。これはすごいわ。あ、すごいな。なるほど。ラストラスト。うわー、ありがとうございました。うん、うん、限界。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。7杯。
ラキセブン。あ、ちょっとね、2桁ね、行きたかったけど、一蘭とかも行ったからさ。いや、でもすごい張ってる、見てください。ちょっとこんなに、だって食べるまではここが平らだったんですから。そう、ごっそり、ここまでごっそりげっそり、グリンリンゴ。本当にあっぱれでございました。あ、ありがとうございました、ごちそうさまでした。もうさすがですわ、大満足。とにかくやるのはうまい、マジで。うまいね、これはやっぱ行くよ、みんな。じゃあ朝も行きましょうか。ごめんなさい。ちょっと、それではお団子さん頑張ったと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。ここだけで、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 これ食べれる？食べます。これ食べるとゼロ杯になります。ゼロ。